ロッキード・マーティン社の F-35 戦闘機の売り上げが予想を上回るという情報をキャッチしました。今回は、日本三菱でも生産している F-35 戦闘機の生産量と売り上げなどを詳しく見ていきますね。もう、はや、F-35 戦闘機は、世界のベストセラーへと上り詰めています。安いしね。今のアメリカの宇宙、航空、軍需関連企業の最大手とも言うべきロッキード・マーチン社が、2022年の第3四半期の業績を発表。単価の高額な F-35 ライトニング2等の航空機の分野が、計画よりも伸びている、状況を示した。ただし、今年2022年の通期の売上高の予想は、従来通りの 652.5 億ドルのままに留め置いており、ロシア・ウクライナ戦争の余波で、西側各国に広がる軍事費の拡大の流れは、すぐに業績に反映したとは言い難いようだ。日本は、1990年以来とも言われる、急激な円安の状況にあるが、2022年10月23日現在の1ドル、1447.7円という、為替レートで換算した場合、ロッキード・マーチン社の2022年の売上高は、およそ9兆6300億円ほどになる見込みだ。この日本円での数字だけを見れば、さすがに、アメリカの軍需企業は、売上高も大きいと感じられるかもしれないが、例えば、日本の防衛産業の雄である、三菱重工業社の2021年の連結売上高は3兆8602億円であり、そこまでの差を感じない。三菱重工業社が手掛ける軍需品は、確かに、ほぼ、日本の自衛隊で使用されるのみとはいえ、海上自衛隊の護衛艦などの建造も手掛けており、思ったほどの金額差は、軍需企業として、世界規模のロッキード・マーチン社と、それほどないようにも思える。ただし、三菱重工業社は、日本一の重工業メーカーとして、軍需品以外の大型船舶や、風力、火力、原子力等の発電所設備等の大型プラントを事業として展開するなど、事業分野の裾野が極めて広いことも、業績に寄与しているとも言える。そこで、世界規模の製造業として、民生品の分野の大手企業と比較してみると、例えば、いわゆる GAFA と称されるアップル社の2021年度の売上高は 3658.17 億ドルで、日本円なら、今の為替で、およそ54兆円にも相当する規模となっている。このアップル社の売上高は、単純比較で見た場合には、ロッキード・マーチン社の 5.6 倍以上に匹敵し、いかに、単価が、高額な F-35 ライトニング2などの戦闘機を販売しようと、世界中に、スマートフォン等を販売する企業にかなわない点は、興味深い。ビジネスの手法としては、プトブ、ビジネストゥビジネスという、法人相手の商取引の方が、プトク、ビジネストゥコンシューマーと呼ばれる個人との商取引よりも、大半の場合で、高額な傾向は否めないが、アップル社ほどになると当てはまらない。まあ、アップル社自体も、世界各国で、携帯電話事業を営む企業との取引で、巨額の売上を確保しているという点では、プトブ、ビジネストゥビジネスかもしれないが、多数のコンシューマーに、製品を販売していると見た場合の観点である。それでも、アップル社は、世界各国に、直営の販売店網を展開しており、主力のスマートフォンの iPhone では、売上高で、世界シェアの1位を誇り、かつて、PC の普及の黎明期に、独自路線の Mac で、クリエイター市場に君臨していた頃とは、様変わりしている。さて、いささか話が逸れてしまった感もあるが、現行のロッキード・マーチン社は、
共にアメリカの航空関連企業であった、ロッキード社とマーティン・マリエッタ社とが、1995年に合併したことで誕生。この2022年で、27年が経過している。マーティン・マリエッタ社自体も、元は、マーティン社とアメリカン・マリエッタ社という、別の航空関連企業が、1961年に合併したことで生まれた企業であり、アメリカの軍需産業で生き残るのが、いかに厳しい環境であるのかが伺える。マーティン・マリエッタ社が、テキサス・インストゥルメンツ社と共同で開発した兵器に、FGM-148 ジャベリンがあり、個人携行型の多用途ミサイル兵器として、今のロシア・ウクライナ戦争でも、大きく注目されたものの一つだ。現在の FGM-148 ジャベリンは、ロッキード・マーチン社と現レイセオン・テクノロジーズ社が製造を手掛けているが、開発が開始されたのは、1983年で、アメリカ軍が配備を行ったのが、1996年と、今から四半世紀ほど前から存在していた。ロシア・ウクライナ戦争では、ロシア軍の侵攻を受けたウクライナ軍に対して、アメリカから多数の FGM-148 ジャベリンが供与され、初期の段階で、ロシア軍の戦車等の装甲戦闘車両を多数撃破したことで、世界中から注目を集める兵器となった。あまりの FGM-148 ジャベリンの華々しい戦果の報道によって、日本でもこれさえあれば、戦車等の兵器は不要と言わんばかりの言説が散見されたが、あくまで攻め込まれた側の最終的な防御兵器であり、万能のツールとは言い難い。兵士2名ないし最低1名でも、運用は可能な FGM-148 ジャベリンで、はあるが、最新型でも最大射程距離は2500メートルほどであり、その至近距離で、防御力の脆弱な兵士個人が身を投げ出して運用する兵器という前提を忘れてはならないだろう。FGM-148 ジャベリンのミサイルは、2021年のアメリカ軍の調達価格で、一発175,203ドルとされており、これは、今の日本円換算で、およそ2580万円にも相当し、戦車等の装甲車両に比すれば、その単価は、安価に移るかもしれない。しかし、一発2580万円も、するミサイルを、おいそれと、実弾射撃の訓練で使用することは、アメリカ軍においても困難で、シミュレータを使用した、バーチャルな訓練で、一定以上の実績を上げた兵士にしか、その機会は、与えられていないという。また、ロシア・ウクライナ戦争においては、2022年8月末より、東部地域で、ウクライナ軍が反転に転じたことから、攻勢における兵器としては、FGM-148 ジャベリンは、副次的なものとなった可能性が高く、最近では、以前ほどの戦果は、聞こえてきていない。逆に、ロッキード・マーチン社の兵器の中で、今のロシア・ウクライナ戦争で、存在感を上げている、兵器といえば、高機動、ロケット砲システムの M142 ハイマースと M270、MLRS が筆頭に挙げられ、戦術レベルを超えた、戦略的兵器とも感じられる。M270、MLRS は、1970年代から、開発が進められ、1982年にアメリカ軍が採用して以降、NATO 諸国、日本の陸上、自衛隊でも採用された兵器で、227mm のロケット弾であれば、12連装の使用で、1991年の湾岸戦争に投入され、多大な戦果を上げた。日本の陸上自衛隊でも、M270、MLRS は、1992年度から2004年度の予算で全99両が調達、配備されているが、当初装備していたクラスター弾頭を備える M26 ロケット弾をの使用を禁じるオスロ条約に日本も批准したことで、今は
GPS 誘導ロケット弾の M31 に切り替えられている。陸上自衛隊では、今後、この分野の兵器を、国産の12式地対艦誘導弾の能力向上型等で置き換える計画であるため、M270MLRS は、すでに、一部で退役が始まっており、であれば、ウクライナに、第三国を経由する等の方法で、間接供与ができないものかと、もどかしさを感じる。M142、ヒマルスは、M270MLRS を小型化して、中型輸送機による展開を可能とした兵器で、それゆえに、227mm のロケット弾は、半分の6連装の仕様となっているが、陸上移動が主なウクライナであれば、M270MLRS の倍の火力投射量は、有効に見えるだけに残念である。また、未だ、アメリカが、そのウクライナでの運用を危惧し、供与を行っていない、M142 ハイマースや M270 マーツで使用可能なおよそ 300km もの射程距離を誇る MGM-140 エイタクムス短距離弾道弾も、ロッキード・マーチン社の製品である。ロシアは、ついに、イラン製の徘徊型自爆ドローンのシャヘッド136を多数投入し、ウクライナの電力設備等のインフラの破壊で、次戦能力を揺るがそうとしているが、いつアメリカが、もっと有効な兵器を送るか否かに、今後の戦局は、かかっていると思われる。北朝鮮の弾道ミサイル発射によって、J アラートシステム作動、日本の上空を通過後4600キロ飛行した。これは、グアムへ到達する距離となる中、日本も迎撃態勢を取るはずだったが、今回は、日本のミサイル防衛の今後を詳しく見ていきますね。令和の戦艦、ヤマトを建造するとの方針だが、北朝鮮が弾道ミサイルを発射後、本気で迎撃してみればいいのにな。来年度、2023年度の防衛費の概算要求の中に、その新造にまつわる費用が盛り込まれたことで、イージスシステム搭載艦の構想は、予算的な後ろ盾を得た計画となり、今後の日本の防衛力の整備という観点からも注目を集めている。今回、その新造が具体化したイージスシステム搭載艦は、建造に必要な費用は、なんと、一隻あたり少なくともおよそ4000億円以上、場合によっては、およそ5000億円以上にも達する可能性があるとの報道も多く見受けられる。これは、海上自衛隊の既存のイージス艦の中で最新鋭艦であるマヤ型の場合、1番艦、マヤがおよそ1680億円、2番艦、ハグロがおよそ1734億円とされていることと比しても、軽く倍以上に相当する金額であり、いかに高額かは言うまでもない。また、イージスシステム搭載艦の仕様としては、推定値とはいえ、基準排水量が2万トン、全長が 210.0m、全幅が 40.0m の大きさで、およそ18ノットほどの最大速度の艦艇になるのではないかとの見方が多いようだ。これも、マヤ型の場合は、基準排水量が8200トン、全長が 170.0m、全幅が 21.0m の大きさで、およそ30ノットの最大速度であり、
艦艇の規模として見た場合にも、イージスシステム搭載艦は、はるかに大型となっている。イージスシステムは、ご存知の通り、アメリカ軍が開発した兵器システムであり、日本の海上自衛隊の艦艇としては、1993年に就役した金剛型が、初の同システムを搭載する、イージス護衛艦として知られるようになったと言ってよいだろう。この金剛型が4隻建造された後、海上自衛隊では、続く愛宕型を2隻、そして、前述の摩耶型を2隻と、これまで、合計で、8隻のイージス護衛艦を建造、保有しており、いずれも、アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦がベースである。ちょうど、海上自衛隊で、初のイージス護衛艦として、金剛型が就役を開始した1993年、北朝鮮が初の弾道ミサイルの実験を行うに至ったため、日本でも弾道ミサイル防衛 BMD をいかにして行うのかが急務となった。そして5年後の1998年には、ついに北朝鮮は中距離弾道弾であるデポドン1号の発射実験を敢行。日本は、こうした脅威に対抗するために、2003年の小泉政権下で、弾道ミサイル防衛体制の整備に着手することを政治的に決定しした。こうした経緯を経て、金剛型は、アメリカ海軍のタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦や、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦で実現されていた、弾道ミサイル防衛、BMD を取り入れ、SM-3 による、弾道弾への迎撃能力を付与されることとなった。以後は、最新鋭の摩耶型に至るまで、海上自衛隊の8隻のイージス護衛艦は、細かく見れば運用する、SM-3 やイージス BMD システムのバージョンに、相違は、あれど、日本の弾道ミサイル防衛、BMD を担う主体として、今日を迎えている。しかし、特に、2000年以降には、増強の一途をたどる中国の軍事力による海洋進出が、新たな日本の安全保障上の脅威として台頭してきたこともあり、ことに、南西諸島方面の防衛力の整備には、貴重なイージス護衛艦の有効活用が必要との見方が強まる。そのため、現状日本の弾道ミサイル防衛、BMD のために、稼働時に、それへの対応に縛られる一部のイージス護衛艦を解放する施策の検討が行われ、日本では2017年に陸上配備型のイージスアショアをその代替として導入することを決定した。イージスアショアは計画では北は秋田県、南は山口県に配備して日本列島全体をカバーすることが想定されており、イージス護衛艦の有効活用を促すことに加え、それらの乗組員の確保に困窮している海上自衛隊の現状を改善するものと位置づけられた。しかし、2020年6月、イージスアショアは発射後に落下させる必要が生じるブースター部について、その位置を完全に安全な場所に制御できないという問題が解消できず、やむなく、導入の中止が決定されることとなった。ただし、イージスアショアの導入が中止されても、日本の弾道ミサイル防衛、BMD や、イージス護衛艦を南西諸島防衛用に振り向ける施策まで、無にすることはできないため、再度、これらをどのように実現するのかの代替策が検討された。そして、2020年末に導き出された結論が、イージスアショアで調達が決められていたスパイ7レーダー等をそのまま転用して搭載する新型艦艇を2隻建造する案であり、これらは既存のイージス護衛艦と区別するためにイージスシステム搭載艦と表現された。そして2022年8月、冒頭で記述したように、このイージスシステム搭載艦は大方の予想を大きく上回るほどの規模に達することが、大手のマスメディア等でも、大々的に報じられ、その存在と有用性について、
大きな波紋を呼んでいる。中でも、このイージスシステム搭載艦の大きさを表して、令和の世の、ヤマトの再来とも呼ぶ声すらも上がっているが、無論、これは、太平洋戦争時に、世界最大の排水量を誇った、大日本帝国海軍の戦艦、ヤマトになぞらえたのもだ。大艦巨砲主義の象徴とも言うべき戦艦、ヤマトに、イージスシステム搭載艦がなぞらえられているのは、おおむね、これが、批判的な文脈で捉えられていることを示しているといえ、戦いの主力が航空機に移る中で、無用の長物と化したそれと重ねてのことだろう。ここまで、イージスシステム搭載艦の艦艇としての規模が大型化した理由は、前述したように、陸上用のイージスアショアから、レーダー等の設備をそのまま転用することが、主な要因ではあるが、他の要素も、それに拍車をかけている。そこには、搭載する兵装が、弾道ミサイル防衛、BMD 用の SM3 のみにとまらず、巡航ミサイルの迎撃を基とした SM6 や、日本政府が言うところのスタンドオフミサイルとしての一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型も加えられているからだ。イージスアショアの導入を決定した2017年に比べても、確かに、日本の安全保障環境は、より厳しい方向に向かっていることは間違いないが、SM6 や12式地対艦誘導弾の能力向上型は、対中国に向けた兵装で、弾道ミサイル防衛、BMD とは、別の範疇だろう。これらの対応をも、イージスシステム搭載艦で、同時に対処しようと考えた結果が今の建造案なのかもしれないが、これまでの近年で日本が独自の兵器のプラットフォームの開発等を行っていないことを考えれば不安は拭えない。大多数の人々の間で今のイージスシステム搭載艦の使用に関してそれを懸念する声が大半を占めることも、まさににその点に危惧の念を禁じ得ないためで、実際にそれが有効な兵器システムとして機能するのかを問題視している。個人的にも、こうした指摘には、頷く点が多いのだが、あえて、イージスシステム搭載艦の現状のコンセプトの、いい点を見出そうとするならば、各種ミサイル兵器のプラットフォームとして、移動可能な部分かもしれない。これは、現在の南西諸島防衛について、陸上自衛隊が、奄美大島や石垣島等の島々に対して、一蓋式地対艦誘導弾等の配備を進めているものの、既存の駐屯地のみならず、新設等に関しては、絶えず政治的な、批判や反対活動にさらされてしまうゆえだ。それらに対処することに、時間を要して、現状よりも、中国の軍事的脅威が、さらに高まる可能性を考慮すれば、移動式のミサイル兵器のプラットフォームとしてのイージスシステム搭載艦は、少なくとも、そうした制約は、受けずには済み。日本政府は反撃能力の拡大を図るために、現在陸上自衛隊に配備されている一蓋式地対艦ミサイルの射程延伸計画を進めている。今回は
この、一蓋式対艦ミサイル改良型を、次期潜水艦に装備する話を詳しく見ていきますね。3000トン級ではなく、大型の潜水艦を建造する必要が出てきました。攻撃型最強の潜水艦を建造するんでしょうか。水素エンジンと次世代リチウムイオン電池のハイブリッドで、燃料の水素まで同時生成できる潜水艦を建造してほしい。昨年2021年12月には、海上自衛隊の潜水艦の兵装として、今後、波長距離かつ、対地攻撃能力を付与することを目的に、新たな巡航ミサイルを搭載する方針が打ち出され、当時は敵基地攻撃能力、今は、反撃能力と表現される領域への、この分野での進出となる。具体的には、現在、陸上自衛隊が装備している、一蓋式地対艦シルベ弾の改良型である、能力向上型の搭載を想定しているもので、現行型の最大射程距離は、およそ 200km 弱であることに比して、能力向上型は、同 1000km 以上が見込まれている。こうした射程距離の大幅な延伸と並行して、現状では、陸上から、海上の敵艦艇を攻撃することが主要とな、一蓋式地対艦誘導弾が、今後は、艦艇や潜水艦への搭載や、航空機に搭載する形式が開発される予定であり、各分野で、自衛隊の中核戦力になると考えられている。こうした、一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型は、潜水艦に搭載する場合には、大きく分けて、二つの運用手法があると想定され、一つ目は、既存の魚雷発射管から運用する形式、二つ目は、VLS、垂直発射管から運用する形式になるとされている。現在の日本の海上自衛隊が運用する潜水艦は、もちろん、主兵装として、533mm、魚雷発射管を6門搭載することが標準装備であるため、ここから運用することが可能となれば、既存の潜水艦でも、改修等によって適用する隻数は増加可能だと見込まれる。これに比して、VLS、垂直発射管を新たに装備して、一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型を運用することとなれば、潜水艦自体の設計と建造も、新たに実施する必要が生じるため、実現するまでには、少し時間を要する可能性が高いだろう。いずれにせよ、非凡の2023年度の防衛予算案には、すでに、この、一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型の開発費用として、393億円ほどが含まれており、政府の推進するスタンドオフミサイル構想を実現する兵器として、注目を集めている状態だ。スタンドオフミサイルとは、敵の兵器の攻撃圏外から、友軍のみが、一方的に、攻撃が可能な長射程の兵器を指しており、兵器の持つ攻撃性を、言葉の響きから薄めて、その配備に、抵抗感を弱めようとする、日本特有の言葉の工夫の産物とも言えよう。政治的には、敵基地攻撃能力を反撃能力と言い換えたり、長距離攻撃が可能な主として、巡航ミサイルは、スタンドオフミサイルと言い換えたりと、日本政府の不信は続くが、現実の日本を取り巻く安全保障環境は、悪化の一路をたどっている。太平洋戦争を敗戦によって終えた日本は、戦後は、アメリカを、唯一の同盟国として、旧ソ連を中心とする共産主義化の流れを防ぐアジアでの役割を韓国と共に担い、主として、旧ソ連の動きを阻害する、防衛体制を構築していった。北方領土を、不当に旧ソ連軍に占拠された経験から、日本では、同軍が、北海道への上陸を敢行してきた場合に備えて、陸上勢力を、その地に集中させ、
また、海では、極東から旧ソ連の潜水艦が太平洋に進出することを阻むことに、最大限の注力を行った。1991年に、旧ソ連は、それまでの国家体制が内側から瓦解し、今のロシアが後継国家となる変革が起きたが、これによって、日本は最大の仮想敵国が消滅するという幸運に恵まれ、陸上兵力の多くを削減できることとなった。日本以上に、この旧ソ連の崩壊に恩恵を被ったのは、ヨーロッパの西側陣営の諸国であり、かつて、旧ソ連の影響下に置かれた、ポーランド等の東欧諸国が、こぞって西側に転換したため、後継国家の、ロシアと国境を接する事態が、終焉を迎えた。しかし、この旧ソ連の崩壊で、元々の NATO 加盟国、ことに対峙する最前線にあった、最大の構成国のドイツは、軍事力を削減した上に、ロシアからのエネルギー輸入を拡大するなどの政策を取ったため、これが、今日のロシア・ウクライナ戦争にも、影を落としている。ロシアは、旧ソ連の崩壊後、西側諸国の経済的な支援を受けて、軍事的脅威を及ぼさない、新たな国家へと、変革が進むことが期待されたが、豊富なエネルギー資源をもとに、世界的な原油価格の高騰で、再び軍事力の強化を推し進めた。その行き着いた先は、プーチン政権によって、かつて、旧ソ連として、大きな版図を誇っていた国家の再興と、その瓦解を、アメリカをはじめとする、西側諸国に押し付けられたと感じる怨嗟の情に発露され、旧ソ連の構成国で、今は、離反した国への攻撃に向かっている。さて、アジアに話を戻せば、旧ソ連の瓦解で、最大の仮想敵国が消滅した日本だったが、2000年代になると、急速に、経済の改革開放路線で、国力を増加させた中国が、これに代わって、日本の安全保障を脅かす位置に台頭してきた。すでに、中国は、国家の経済力の指標である GDP の総額では、日本を抜いてアメリカに次ぐ世界第2位の規模にまで到達し、それに比例して、海軍艦艇、航空機の数といずれも、日本を凌駕する軍事力を獲得。もはや、日本一国では対峙することさえ、困難となっている。中国は、海軍力を増強して、東シナ海や南シナ海を勢力下に収める構想を推進しているが、その実現のために、国産の航空母艦や、大型0号5型駆逐艦、そして、原子力推進型の潜水艦などを次々と就役させ、勢力圏の拡大を図っている。ことに、南シナ海について、中国が、その大半が、自国のものだと、主張し始めた背景には、SLBM、潜水艦発射型弾道弾を搭載した、戦略型の原子力潜水艦を潜ませる海域として、最適なためであり、水深の浅い、黄海や東シナ海では、不向きだったことが、一因に挙げられるだろう。中国海軍は、同海軍で、初の戦略型原子力潜水艦である、092型夏級を、1983年に一隻就役させた後、これに続く094型進級を、2007年から2021年までで、7隻を就役させており、さらに、新型の096型等級も早ければ、2025年前後での実戦配備が予想されている。現在の主力である094型進級原子力潜水艦は、水中排水量が12000トン、全長 135.0 メートル、全幅 12.5 メートルの艦隊に、12機の VLS、垂直発射艦を装備しており、SLBM、潜水艦発射型弾道弾の JL-2 をここから運用する潜水艦である。JL-2 は、少なくとも、射程距離が、
およそ 7200km に到達している SLBM 潜水艦発射型弾道弾だと考えられているが、南シナ海からではアメリカ本土への攻撃は無理でも、ハワイやグアム島ならば十分に攻撃圏内に収め、無論ここに日本も含まれる。こうした事態を反映してか、日本では政権与党の自民党以外からも、最近では原子力潜水艦の保有を検討すべきという声が聞こえるようになってきており、多くのマスメディア等でもそうした意見が取り上げられる機会が増えているように感じられる。国民民主党の代表である玉木氏は、そうした日本も原子力潜水艦の保有を検討すべきであるとする論者の一人だが、中国海軍の SLBM 潜水艦発射型弾道弾搭載型の戦略型原子力潜水艦への対処法として、それを探知する目的を提唱している。個人的には、日本も攻撃型の原子力潜水艦の導入の是非を議論することは意味があるとは思うが、玉木氏が主張するような中国海軍の戦略型原子力潜水艦を探知するという運用方法については、少し頭をかしげてしまう。敵の潜水艦の探知を行うのが、現状では、あくまで対潜哨戒機等の任務であり、自らも海中に潜むことが、目的の潜水艦として、原子力推進の優位性が発揮されるのは、連続潜航時間の長さと、潜航時の速度で、敵の探知とは無関係な気がしてならない。人手不足が懸念される自衛隊の中で、いち早く少子化問題に取り組み、次世代護衛艦を建造しているもが身型護衛艦。今回は、次世代護衛艦もが、身型を詳しく見ていきますね。日本の強みは、リチウムイオンバッテリーとのハイブリッド方式エンジンシステム、護衛艦だけではない。潜水艦にも採用されていますね。原子力発電を超える新たな発電システムが生まれそうな水素エンジンで、水素を同時に生成できるシステムが構築されたら、すごいと思いませんか。海上自衛隊の最新鋭の護衛艦として建造された艦艇がもが身型であり、今年2022年3月に、2番艦、熊野、続く4月に、1番艦で、ネームシップの、も、神が、相次いで就役を迎えており、いずれも、まず、横須賀を母港とする、掃海隊群に配備された。すでに、命名を終えたもが、身型は、3番艦、の城が、2021年6月、4番艦、三熊が、2021年12月、5番艦、矢作が、2022年6月に、進水を終え、ほぼ年間に、2隻のペースで、寄港、進水、就役を行う形で、全22隻の建造が予定されている。も、が身型護衛艦の特徴は、何と言っても、その艦隊のデザインにあり、従来の水上戦闘艦に数多く見られたような、様々な装備品類の突起物が、ほとんど影を潜めている点で、敵のレーダーによる反射断面積の極小化を狙っていることが見て取れる。
近年の各国海軍の最新鋭の艦艇でも、こうしたデザイン、設計は主流となりつつあり、その意味では、個人的に、ハモが味方護衛艦の外観も一目見て、海上自衛隊の艦艇だと識別することは困難で、そうした独自性を失ったことは残念にも思える。こうした近年の世界各国の各分野でのステルス性を追求した兵器設計は、何も水上戦闘艦艇のみに限らず、戦闘機等にもお国柄を感じさせない類似のデザインを氾濫させており、その傾向は強まりこそすれ弱まることはなさそうだ。さてもが味方護衛艦だが、その艦容が煮詰められた2015年時点では3000トン型護衛艦と呼称されており、これが要求させる装備を搭載していく過程で 30% ほど排水量が増加し、現行の3900トンまで拡大した経緯を持つ。そのため、実際のもが味方護衛艦の使用は、基準排水量が3900トン、満載排水量が5500トン、全長が 133.0 メートル、全幅が 16.3 メートル、深さが 9.0 メートルとなっており、現在の国際的な水上戦闘艦の区分では、フリゲート艦に相当する。海上自衛隊では、かつて、太平洋戦争時に、アメリカ海軍が建造した、タコマ級哨戒フリゲート艦のお払い下げを受けて、全18隻を、1953年から1972年までの期間、クス型護衛艦と呼称して運用していたが、この時以来のフリゲート艦がも、が味方護衛艦である。ちなみに、クス型護衛艦は、基準排水量が1450トン、満載排水量が2250トン、全長は 93.3 メートル、全幅が 11.4 メートル、深さが 5.3 メートルと、同じ区別のフリゲート艦といっても、今のもが味方護衛艦と比すれば、はるかに小型艦ではあった。も、が味方護衛艦の建造にあたっては、防衛装備庁が、2017年に、初の試みとなる建造を担う、造船会社の設計案を公募で募る形で進められ、これに、ジャパン、マリンユナイテッド社、当時の三井造船社、そして三菱重工業社が応じて、コンペが行われた。その上で、これら参加3社の建造案が吟味された結果、三菱重工業社の案が採用されることが、2017年8月に決定されたが、評価の順位は、2番目が三井造船社、3番目が、ジャパン、マリンユナイテッド社とされ、三井造船社が、下請けを担う体制となった。その後、三井造船社は、2018年に、株式会社三井 &S ホールディングスへと、社名変更を行い、さらに、昨年2021年には、艦艇建造にまつわる事業を分離させ、新会社の株式を三菱重工業社に譲り渡し、三菱重工マリタイムシステムズ社へと推移して、現在に至っている。そのためもが、味方護衛艦の2番艦である、熊野は、2019年の起工時には、三井 &S ホールディングス社、今年2022年3月の収益時には、三菱重工マリタイムシステムズ社と運営主体が変更する狭間で、建造が進められた、稀有な艦艇となった。現在のもが、味方護衛艦の構想が始められた当初は、艦隊を3導線形とするデザイン案や、推進方式に、ウォータージェット式を採用する等の案も存在したとされるが、いずれも実採用には至らず、設計としては、オーソックスな形でまとまっている。も、が味方護衛艦の主兵装は、対艦攻撃用途としては、アメリカ海軍の MK45、5インチ砲である、127ミリの62口径の単身砲1機や、国産の17式艦対艦誘導弾の4連装の発射機2機を備えており、前者が、砲弾によっては、対空戦闘にも使用される。
127mm の62口径の単身砲は、最大射程距離はおよそ 37km ほどで、国産の17式艦対艦誘導弾は、陸上自衛隊の1式地対艦誘導弾を、艦載用に改修を行ったもので、その最大射程距離は、およそ 200km 以上と見されている。ただし、中国海軍の 052D 型今アキラ級駆逐艦や 055 型南アキラ級駆逐艦が搭載している追艦、対地攻撃用の巡航ミサイル YJ-18 は、最大射程距離が 600km にも及ぶとする見方もあり、1式地対艦誘導弾の能力向上型の実装が必須になるだろう。この追艦ミサイルの分野においては、現状では、日本は中国の装備よりも射程距離で大きく劣っている可能性が高く、日本政府が打ち出しているスタンドオフミサイル構想を一日も早く実現する必要性が高まっていることは間違いない。またもが2型護衛艦では、これ以外にも最大16セルの VLS 垂直発射艦を搭載する予定でああるが、装備する兵装の選定に時間をかけ、後日の予算で取得、装備することとなっており、現状は収益時点では備わっていない。また、VLS 垂直発射艦で運用する兵装においても、現時点で確定とされているものは、国産の07式垂直発射魚雷投射ロケットのみであり、これは、対潜水艦戦闘を考慮したもののため、対艦、対地攻撃用の兵装については未定である。ただし、こうした各種兵装の中で、モモガ2型護衛艦の最大の特徴となっているのは、従来は、もっと小型の艦艇である、掃海艇が担ってきた対機雷戦闘の装備意識を、フリゲート艦サイズの大型艦でありながら備えているという点だろう。モガ2型護衛艦は、対機雷戦闘に対処するため、その専用の OQQ-11 ソーナーシステムを搭載し、機雷探知用の UUV、自律型無人潜水機と、機雷の排除そのものを行う USV、無人水蒸気を運用する能力を兼ね備えた艦艇である。機雷探知用の UUV、自律型無人潜水機は、三菱重工業者が製造を担当しており、OZZ-5 自律型水中高層式機雷探知機として、2017年にもが、2型護衛艦に搭載する目的で、装備化が確定。その中身には、フランスのタレス社との協業も行われている。OZZ-5 自律型水中高層式機雷探知機の2020年度における取得単価は1機あたりおよそ13億8000万円となっており、同機は近年探知が困難とされてきた海底部のSIM底型の機雷や埋没型の機雷に対しても安全な探知を行うツールとして期待されている。もが、2型護衛艦はこうした装備によって敵の付設した機雷を除去する機能を有する一方で、自らも機雷を付設する機能も備えており、艦尾に設けられた投下用のハッチから機雷を落とし、有事の際には特定の海域を封鎖することを基としている。具体的に、日本側が機雷の付設を想定していると考えられているのは、北の宗谷海峡、津軽海峡、北方領土の周辺の海域、そして南は対馬海峡であり、かつての冷戦時期と同じく、ロシアの艦艇を日本海に封じ込める戦略がベースだろう。また、最近では、中国軍による南西諸島方面への軍事的な圧力の増加に対処することが、日本の防衛の喫緊の課題となっていることから、それらの島嶼部に向けた、水陸両用の作戦の遂行を海上自衛隊の掃海隊群が担っている点も注目される。こうした島嶼部の奪還等には陸上自衛隊が編成している水陸機動団が直接の部隊として投入されると見されているが、
それらの行動の全段階を支援する戦力として、モモが、味方への期待は大きく、多彩な用途での投入が見込まれている。現在、海上自衛隊護衛艦加賀の大規模改修工事も中盤に差し掛かり、F-35B 戦闘機艦載のための甲板や格納庫の改修が進んでいるとの情報をキャッチしました。今回は、護衛艦加賀や、出雲での F-35B 戦闘機運用を詳しく見ていきますね。桁違いの排気熱は1800度に達するのか。2022年の時点で海上自衛隊に就役中の艦艇中、最大の規模を誇るのが、ヘリコプター搭載型の護衛艦出雲、型の1番艦、出雲、2番艦、加賀の両艦であり、海外での艦種は、もともとヘリ空母に分類されることが多い。海上自衛隊においては、世界の通常の海軍では、コルベットと呼ばれるような大きさの艦艇から、こうした出雲、型のような艦艇まで、すべて一括りに、護衛艦と呼んでいるが、内部では出雲、型には、DDH という艦種記号が与えられている。DDH は、海上自衛隊において、ヘリコプター搭載型の護衛艦を指し示す艦種記号であり、イージス護衛艦は DDG、汎用護衛艦は、DD、最新鋭のモが、味方は、FFM など、その艦艇の用途と性格を表す記号だと考えてよいだろう。太平洋戦争後の日本では、自衛隊は、軍隊ではないという、大いなる建前のもと、自衛のための最低限の実力を備えた組織と定義されており、攻撃的な兵器、兵装を自衛隊が保有することは、政治的にも、それを是認してこなかった経緯がある。これまでの憲法に照らしての解釈を見た場合に、攻撃的な兵器とは、大陸間弾道弾、長距離戦略爆撃機、そして攻撃的な航空母艦が、その代表例とされてきたため、自衛隊が航空母艦を保有することについては、絶えず政治的な反対がつきまとった。現在の日本政府の見解でも、あくまで、自国が保有を禁じられているのは、攻撃的な航空母艦であって、防御的に用いる航空母艦であれば、憲法や自衛隊の理念には反さないという、立場を堅持はしているが、正直すっきりとはしない。しかし、出雲、型護衛艦2隻に、固定翼機である F-35 ライトニング2B 型を艦載機とする改修を施すことは、事実上の航空母艦化であり、まあ、これまでの経緯を踏まえれば、ここまで踏み込むことができたことは、時代の変遷を感じざるを得ない。出雲、型護衛艦の登場が、二昔ほど以前であれば、その航空母艦化を問題視する風潮は、今よりはるかに大きかったのではないかと思え、マスメディアや野党からの反発も、非常に激しいものになっていた、可能性が高いだろう。出雲、型護衛艦の航空母艦化が、そうした言説によって妨げられなかったのは、近年の日本の置かれた安全保障環境が尖閣諸島をはじめとする、
南西諸島への中国の進出に対し、多くの国民が危機意識を抱いていることの裏返しとも思える。1991年に自ら崩壊するまでの間、旧ソ連邦は日本の最大の仮想帝国であり続けていたが、この崩壊で長年続いた冷戦構造に終わりが訪れたかと思いきや、代わりに2000年代からは中国の海洋進出という新た脅威に日本は直面する。中国海軍は黄海、東シナ海、南シナ海と活動領域を順調に増加させており、2012年に1隻目の航空母艦、遼寧を皮切りに、2019年に2隻目の山東を就役させ、今年2022年には3隻目の福建も進水させてきた。これら中国海軍で未だ実戦配備された正規の航空母艦は山東1隻のみとはいえ、すでに練習用の航空母艦として運用が続けられている遼寧も西太平洋に進出して軍事演習を行うことが可能なほどに、その勢いは増加している。こうした中国海軍の海洋進出への危機感が、仮に有事となった場合、南西諸島では、沖縄の那覇にしか、使用可能な滑走路を確保できていない、自衛隊としては、別の手段で、航空戦力を投射する方向を模索する、必要に迫られたのだと思える。折しも、アメリカのロッキード・マーチン社製の、いわゆる第5世代戦闘である F-35 ライトニングには、そのラインナップに、短距離離陸、垂直着陸での運用が可能な B 型を含んでおり、同機の存在も、出雲型の航空母艦化を具体化させた。日本では、この F-35 ライトニングに B 型を、現状では、総数で42機調達する計画が進められており、通常時には、宮崎県のニュータバル基地に駐機される予定の同機は、任務の必要に応じて、航空母艦化された出雲型に艦載される手はずとされている。出雲型護衛艦は、一番艦の出雲から、先に、航空母艦化の改修工事が始まっており、こちらは、2020年3月から、2021年6月にわたって、定期的なメンテナンスのタイミングに合わせて、第一段階の改修工事が行われた。ここでの、出雲には、艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型のエンジンの排気熱に対する、飛行甲板の耐熱強化を中心とした、改修工事が行われたが、これは、同艦が、これまで、回転翼機のみを運用用する仕様となっていたためだ。これに加えて、出雲では、F-35 ライトニング2を、全天候の環境下でも、安全に着艦させるための誘導装置の搭載も行われており、これらの改修工事を終えた、出雲は、現在、一旦、通常の任務を行うべく現場復帰している。出雲の2回目の改修工事は、2025年3月頃から行われると見られており、そこで現在は、艦を上空から見た場合には、先端が細く絞られた、形式の台形状の飛行甲板は、スクエアな四角形状の形状へと拡幅されることが決まっている。この飛行甲板の拡幅工事は、現状、基本的に垂直離陸、着陸のみを行う回転翼機では不要であった、拡幅後の滑走スペースを、短距離離陸が必要となる F-35 ライトニング 2B 用に確保するためのもので、その運用効率の向上が目的である。出雲型護衛艦の航空母艦化が検討された際には、イギリスの航空母艦で、同じく F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とするクイーン・エリザベス級のように、艦首にスキージャンプ式の発艦装置を設ける案も検討されていたという。近い出雲型は、
干渉部に重量のあるソーナーを内蔵していることから、スキージャンプ式の発艦装置を設置した場合には、艦そのものの重量配分が厳しくなると判断され、F-35 ライトニング 2B 型の運用効率が下がることは織り込み済みではある。一方、2番艦の加賀は、2022年9月現在は、ちょうど1回目の改修工事に入っており、出雲の1回目と同様の内容に加えて先んじて、飛行甲板の先端の拡幅工事も行われる予定であり、2023年度までの実施が見込まれている。加賀の2回目の改修工事は、2026年度から行われる予定とされており、完成自体は、先に2度目の改修工事を終える、出雲から終了することとなるが、艦内部の格納庫等の区画の割り当て関しては、並行して、検討を行うという。これには、先行して F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用するアメリカ海軍の強襲揚陸艦等の実績をもとに、少しでも運用効率の向上を図る区画とする目的があるようで、戦後初の固定翼機の運用に細心の注意を払う姿勢がうかがえる。出雲型は、基準排水量19500トン、満載排水量26000トン、全長 248.0m、全幅 38.0m の艦体を持つとはいえ、F-35 ライトニング 2B 型の最大搭載数は10機前後と見られており、本来的に航空母艦と呼ぶには、決して多くはない。また、出雲、片護衛艦が、中国海軍の潜水艦の活動を抑えるために、現在の海上自衛隊艦艇の中で、最も多く対潜哨戒、能力としての回転翼翼機を。一度に運用可能な艦艇であることを考慮すれば、その航空母艦化は、手放しでは喜べない側面もあるだろう。